ママサメじゃん。ごめんなさい、藤代さん。ありがとう、サンちゃんだっけ。はよ、裏口から逃げるき。俺、助けられてばっかりだ。このまま行けば外に出られるけん。サンちゃんも。行くなら任せとけ。逃げないかんのは長澄さんじゃっけん。俺がこのまま逃げたらサンちゃんが死ぬんだろ。そのことは気にせんでええけん。気にするっつーの。大丈夫、サンちゃん。長澄さんの方こそ。大丈夫、大丈夫。お父さん、まだ追ってくるかな。お父さんって。いや、君のお父さんって意味で、そういう意味ではないんだよ。でも、私連れとったらお父ちゃん、血の果てまでも追ってくると思うよ。いや、わかるわかる。しかし、大変なことになっていたな。ねえ。ん？なんで君は、掟を破ってまで俺を助けてくれたの？なんで？長澄さん、目の前で困ってる人を見捨てた言うたら、そら瀬戸内人魚の直れじゃき。人魚と書いて人魚と読むき。でも私が勝手にやったことで長澄さんを困らせたないき。このまま長澄さんだけ逃げてええよ。